い、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。8月といえば夏休み、夏休みといえば自由研究、自由研究で悩んでいる方の強い味方を発見しました。今日は DNA を調べます。それでは早速やっていきましょう。今日は久しぶりに東急ハンズに行って面白そうなものが売っていたので買ってきました。自由研究お助けキット DNA を調べようです。学研から発売されている商品です。8月といえば夏休みで自由研究とか悩んだことある人もいますよね。自分は悩んだ結果、宿題やらないで夏休み終わって学校行ってずっと家に宿題忘れてたとごねるタイプだったので、こんなキットがあったらもっとやっていたかもしれません。値段は税込み1320円で、対象年齢は小学3年生以上です。このキットを使うと野菜や肉から DNA を取り出すことができるそうです。 DNA とはデオキシリボ核酸の略で、様々な生物の元となるものです。人間には約60兆個の細胞が存在し、その全てが DNA の情報に基づいて作られています。体の設計図とも言われています。そんな DNA が1320円で取り出せるなんて、なんかお得な感じがしますね。別途エタノールが必要らしいので薬局で買ってきました。アルコールだから小学生とか中学生だと買えないですかね。エタノールは簡単に火がつくので取り扱いに注意しましょう。箱を開けて中を見てみます。説明書や各種道具、薬品が入っています。思ったよりシンプルですね。まとめ方実例レポートという実験結果をまとめたものが入っています。小学生の自分だったらこれを丸写ししてますね。実験をしなくても1320円でこの結果と書き方が変えるなら安いかもしれません。いやいや、そんな悪いことを考えてはダメですね。今日はしっかり実験します。それでは実験開始します。今日はこのキットにも書いてあるブロッコリーと豚のレバーを使って DNA を取り出します。まずは DNA をチェックするときに見やすいように箱の黒い部分をカットします。次にこの付属の試験管8杯分の水を空のペットボトルに入れます。試験管1センチくらいの量の塩をペットボトルに入れます。付属の細胞溶解液を加えてよく混ぜ合わせます。この水溶液はこの後の実験でその都度使います。次にブロッコリーの細かい部分をハサミでカットします。カットできたら付属のメッシュの袋にブロッコリーを入れて DNA が出やすいようにスプーンなどを使ってよく潰します。試験管に先ほど作った水溶液を入れて、そこにブロッコリーを加え5分くらい置いておきます。5分経ったら別な試験管にブロッコリーの液体をこします。別な試験管にエタノールを準備して、そこにブロッコリーの液体を落とすと DNA が見えるそうです。それでは落としてみましょう。今なんか浮いてきましたね。この白いもやというか網っぽいのが DNA だそうです。あ、なるほど。なんでしょう、この DNA を見たけど心の中で消化されない感じは。気を取り直して次は豚のレバーで試しています。潰したレバーを水溶液に入れてよく混ぜ合わせます。 DNA が出やすいようにお風呂より少し熱いくらいのお湯で湯煎します。次に先ほどと同じようにエタノールに液体を落とします。なんか出てきましたね。この白いやつが DNA ですかね。これが大人になってしまったということですかね。この実験って多分すごいことなんだけど感動が薄れています。きっとこの実験とかを小学生とかでしていたらまた違った感性とかが生まれるのかもしれません。そういった意味では早いうちにいろいろな経験はするべきですね。ということで花より団子、実験よりも実食ということで、残ったブロッコリーとレバーは食べちゃいましょう。フライパンにごま油をひいてニンニクを炒め、片栗粉を絡めたレバーを入れて下茹でしたブロッコリーを加えます。砂糖、酒、醤油、オイスターソース、胡椒を加えて全体をよく絡ませます。お皿に盛り付けて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はベルギーのヒューグ醸造所のフローリスホワイトを飲んでみます。前にこの別な色のやつは飲んだ記憶があります。色は薄い黄色で少し濁った色をしています。飲み口は泡がクリーミーでバナナを思わせるような香りとコリアンダーの香りを感じます。最近重ためのビールが多かったので、こういった軽い感じのビールは飲みやすいですね。それではブロッコリーとレバーの中華風炒めいただきます。ブロッコリーとレバーの DNA を体に取り込んでいる感じがしますね。こ
この中華風のちょっと濃いめの味付けがたまらないです。最近肉の細胞を組織培養した培養肉のニュースとかもよく聞くので、そういった未来的なお肉ももし食べる機会とかあればぜひ食べてみたいです。人工的に作ったお肉ってどんな味なんですかね。もし食べたことがある人がいればぜひ感想を聞かせてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。 DNA 実験いかがでしたか。他にも面白そうな実験キットがあったので機会があれば紹介します。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。